この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て大当たりと女の子の巣ポンポン、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とスポンポン。今日の子は一番可愛いな。気持ち悪いよ。スロットで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ここみ&助っ人ライターの矢部姉。今回の対戦機種は大当たり確率およそ399分の1マックスタイプのパチンコ仮面ライダーフルスロットルで勝負。ルールはいつも通りシンプルに最終出玉数で多い方が勝利となる。さらに魚拓の大当たり中にはワイプの中で無夫婦女優水見咲ちゃんがセクシーショットを拝ませてくれますのでご期待あれ。癒し系 F カップの咲ちゃんが醸し出すふんわりとしたオーラに魚拓はまたもメロメロなようで。お VC が来た VC が来た。でもダメ。どうですか？フルスロットル F カップクイズ。おー F カップクイズ。フルスロットル、はい、F カップクイズ。なるほど。はい。ご褒美あるの？もちろんあります。わかりました。頑張ります。はい。お願いします。はいはい。間違えちゃったら罰ゲームもあります。罰ゲームある。はい。全然いいよ。いいんですか？全部当てる。罰ゲームは成瀬さんが玉をつかみます。成瀬がいるんかい？玉をつかむの？めっちゃ痛いじゃん。第1問。1問。仮面ライダー1号といえば。たけしですが、では南極2号といえば何でしょうか。これ3択問題です。はい。1バイブ、はい、2ラブドール、はい、3電マ。はいはい。2番、正解。正解です。まだあるの？まだあります。いわゆる愛人のことを隠語で何号というでしょうか？はい。2号さん。正解。来るね。来たの。来たね。続いて第3問。はい、私に服を買ってくれるなら何号？7号。え、何号だ？いてよお前。何号？正解は5号でした。そんな遅いの？5号ってオードリー・ヘップバーンですよ。オードリー・ヘップバーン。本当に。そうですよ。オードリー・ヘップバーン5号だった。そうなんですよ。すごいね。失礼しましたそれは。でした。というわけで惜しかったんですけども。残念ながら玉つかみゲーム。何やってんだお前。話せよ。何してんだ。玉をもらってね。そう、玉つかみだから。玉つかみ何？切ったんじゃないの？意味がわかんねえから泥棒じゃねえかそっちの玉かよしかも満面の笑みですからねいっぱいもらってきたの。しかも玉つかみってあら久しぶりのお花だわ。たまらないかい。お、緑のチャンス目だった今。メーターだよ。で、赤のチャンス目ここだよ。ここみ今日一赤のチャンス目からだよ。何この間。頼むよ、ここだよ。お、遅い発展。よし行け。よし。頼む。頼むお願い。あータイトルしろ。面白い。いやでも本当アマゾンここで頑張ってくれないと。アマゾン頑張れ。嘘でしょ。早くね。マジかよ。終わっちゃうわ。打ち切った。終わり。私が仮面ライダーより戦隊派だったからだー。皆さんは当たってます。となるとあとは魚拓だが。